で決勝はエルザだから。ああこれはまさか。そうですね、サイエルザとナンバーワン赤身。なんか赤身のセコンドにキリカがついてるんだけどねえ、バグ起こせバグ起こせってこれ店員のくせにとんでもないこと言ってる。フリーズするフリーズをする上に筐体のダメージが多分大きいはずですね。あれは横浜大会の決勝戦に横浜勢が2人、今回は横浜勢2人上がってきました。アルカナが風と森本。あ、さあ、今はバグはないですね。今の勝ちですと、相手が森本を選んだ瞬間勝ちですと、ということ。これはどうぞこの続き発言。どんな試合を見てくれるか。そのナンバーお今のマイク。キレイドを使ってループコンボをしっかり決める。キレイドガードして。これは上からかぶさってフォーミングで伸ばす。赤身らしくないと思いきやとても赤身らしい決着。いやーまあ横浜なんで。ロイクフォーミング伸ばした分が実は余計だったと強さんですよ。ビッチリと雨が降る。なるほど。ダメージを取っているのは今回はサイエルだ。お自ら当たりに行く。ここは種を処理するために自ら体を張る。あー、つながっていない。さあ、ホッケー切りの流れになってしまったが、これから面白いですね。いろいろとリリオドを置いて、サイバーはどう動く。さあオムニオで割っていきましたね。狙っていた。けれどオムニオ、オムニオがラリアットに曲げてしまった。今の狙ったオムニオですよね。けれどめくり合ってダブルグラディウス聞こえなかった。これが響くか。これがカウンターヒット。叩きつける。なんでそこに止めるの。はい、しかしポカポカジャンプ B。 これ決勝戦なんだけど。いや決勝戦なんかものすごい物言いが周りから入り続けて、しかし勝ったのは赤身。ああほんとこいつが大会でどのくらいも残んねえ。ナンバーワン赤身、ついにナンバーワンになりました。名実ともに。あ、エキシビション。水あるから使って、クリスタしてください。いやいやいや、エキシビションが必要でしょ。え、どういう流れなんですか、これ。いや、面白い。あ、赤身かかかってこいよと言わんばかりに吉村を挑発。これ吉村のランゴンの怒りが打ち落てる。よくわからない流れで始まりましたが、ひふみよ、ひふまや、ここの2人。これ毎回これでいいんじゃないか。優勝者は吉村と戦う。あ、それはありですね。いいよね。いいんじゃないですか。これボイスだったらいいね。20件ぐらいする。間違いないですね。負けたら赤身の優勝はなし。ポイントは吉村に加算される。今朝俺横浜の八田さんが上げた動画見たんだけど、コメントに吉村あんま強くないよって書いてあって。いや吉村強いよ。コンボ横ばっちゅうところはたまにあるけど、たまにメスも横ばっちゅう。それに行くって、よもいたのそれはいつものこと。
まくガードしてたのね。さあ、今度どうすんの？ちゃんとできんの？淀川出して当て身で逃げてる。あーやるな。どうすんのこれ。はい、発射して。さあ、これちゃんと殺せる。いや、今のジャン一名どうなの。相手赤いだから怪しいんじゃない。おっと、あーいや、これやばいでしょ。ちょっと矢沢さん頑張ってください。あーなんなのこいつ。ほら甘える。ちゃんと分かってるんだからねと言わんばかり捕食されて。おおおお、おっ、赤身がバーストして、おもちゃ出して、爆発して、こいつの持ってるおもちゃ強すぎるぞ。ああ、安村どうする。おい、何でと、お前そこはさ、ああからのからの、ああ、はい、第3回アルカナハート3ランバート横浜大会優勝、ヤシムラ。かっこよくない。いや、今回こんな感じでしょうか、本当に。ゲームオーバー。まあ、ええっす。まあ、いやでもまあ今のはさすがになんかもう完全に優勝したとこっち振り向いてかかってこいよってなんか手挙げてきましたからね。あれ、下フラグだったんですね。だからね、ベジータの連続エネルギーなんですよね。まあ、しかしまあそんなこんなで、そうですね、第3回大会、まあ、これにて終了したいと思います。ありがとうございました。